お隣さんの家族会議に俺はなんで呼ばれたのでしょうか。私も会社を抜け出してきてるんだから、父さん、さっさと説明してよ。そうせかしてくれるな。これより花火師家家族会議を始める。お父さん、これって何のための家族会議なの？コウキ君には夏休みの間うちで生活してもらうことにした。え、うちってここですか？そうだ、もちろん君のご両親には快諾を得ているぞ。ちょっと待ってください、いくら両親が許可したからって。それってコウキと同棲するってこと？一緒に暮らすんだからそういうことになるわね。いいんじゃない。いや俺だって男ですよ。家族同然とはいえ同棲なんて。お父様、沙織姉は反対だよね。それはつまり朝から晩までコウちゃまのお世話ができるということで間違いないでしょうか。そうきたか。はいはい、私もコウちゃんにいっぱいお菓子食べさせてあげます。私は毎日マッサージしてモーラを。何言ってんの、勝手に決めないでよ。私はどっちでもいいけどね、コウキなんていてもいなくても一緒だし。それはそれで傷つくんですけど。とりあえず娘たちはコウキ君と一緒に暮らすのは賛成のようだな。それともう一つ。まだあるの？ここからが本題だ。実はコウキ君の父親アキヒロとは約束していることがある、コウキ君には将来娘たちのいずれか一人と結婚してもらいたい。おじさん、何言い出すんですか？アキヒロと約束したのだ、いつか本当の家族になろうと。だからコウキ君には夏休みの間に言い名付けを一人決めてもらいたい。姉ちゃんたちのこと本物の兄弟だと思って生きてきたんですよ。結婚は考えられないか？そういうわけじゃ。でも姉ちゃんたちにも選ぶ権利があると思うんです。私は問題ないわよ。ユリ姉、大歓迎です。コウちゃまと添い遂げます。モモ姉、サオリ姉、アンズ、お前はどうなんだ？私はコウキのことなんか何とも思ってないから。あのバカ。これにて家族会議は終了とする。コウキ君、夏休みの間娘たちを頼んだぞ。頼んだってどういうことですか？実は明日からコウキ君の両親と俺とお母さんはアメリカ旅行に行く。父さんと母さんも行くんですか？そうだ。そんな勝手すぎる。コウキ君、小梅おばさん、自分に自信を持ちなさい。コウキ君以上の婿さんなんてどこを探しても見つかりはしないでしょう。おばさん？そうね、娘たちが立候補しないのでしたら。おばさん、急にどうしたんですか？あら、私では不満？4人の母でもまだスタイルには自信あるのよ。おばさんのそんな話聞きたくない！こうちゃん、起きたの？うなされてたけど大丈夫？モモ姉、
お熱だいぶ下がってきたわね。沙織姉は大丈夫なの？沙織ちゃんも熱があるみたいだけど、アンズちゃんがついてるから大丈夫。そっか。寝言で何度も許嫁を決めるなんてって言ってたわよ。せっかくこうちゃんと同棲してるのに、こうちゃんずっと難しい顔してる。お姉ちゃんたちもなんだかピリピリしてるし。桃ね、俺どうしたらいいのかな。ゆり、桃、桜に、アンズ、私たち姉妹は春に咲く花、そして後期は光り輝く太陽。こうちゃんがピカピカしてないと私たちはしぼんじゃうんだよ。それにこうちゃんは約束を果たしてくれそうな気がする。約束？桃ね。こうちゃん。お、コーキー大丈夫？うん、大丈夫。心配かけてごめんね。謝るなら桃音に言いなさい。あんたを看病して逆に風邪もらっちゃったんだから。沙織姉はもう大丈夫なの？沙織姉。はい、皆様には本当にご迷惑をおかけしました。いっそ体調管理を徹底してまいります。あんまり無茶しないでよ。そのこうちゃま、今日で夏休みは終わりです。お父様も明日には帰ってこられます。こうちゃま、いいなずけは誰ですか？うん、そのことだけど。コウキ、風邪治ったんだろ？ゲームしよう。コウキが寝込んでる間に新しい格ゲー買ったんだ。え？負けたら罰ゲームだからな。ほら早く行くぞ。ちょ、アンズちゃん、もう夏休み今日しかないんだぞ。妹、ゲームは一人でやりなさい。妹はコーチャマのこと何とも思ってないと言いましたよね。それは、それとも気が変わってコーチャマの言い名付けになる気でも？はあ？なんで私が後期なんかの、なわけないじゃん。なら、これより先の話は、妹には関係ありません。出て行きなさい。本当にみんな、物好きだよな。言い名付け言い名付けって、なんだよ。後期のどこがいいんだよ！アンズちゃん！
あんたはアンズを追いかけなさい。激しいよ。お姉様。いつまで、いつまで兄弟のままでいられると思っているのですか。私は本気で紅茶まを愛しています。紅茶まと結ばれるならこの家を出ていくこともいといません。お姉さまは紅茶まのこと愛していないのですか。後期は私の初恋を好きに決まってるでしょ。ならどうして紅茶まを行かせたのです。そんなの決まってるわよ。アンズのことが後期と同じぐらい好きだからよ。私はね、アンズが自分の気持ちを整理できないまま、コウキが許嫁を決めちゃったら、傷つくんじゃないかって心配なのよ。モモネなんかマイペースすぎて家事もろくにできずにさ、将来どうすんだろってすっごい心配してるの。沙織が大学に通うのをやめて外に出られなくなって、前みたいに普通の生活に戻れないかなって、あんた見るたびに心配になるのよ。私はコウキが好きよ。沙織に負けない自信もある。でも同じぐらいモモネが好き、沙織が好き、アンズが好き。あんたたちの誰一人にだって不幸になってほしくない。そのためなら自分にだって嘘つける。だって私あんたたちのお姉ちゃんなんだから。コウキ、アンズは任せたわよ。コウキのバカのせいでサオリン怒らせちゃったじゃん。コウキ、サオリンと結婚するのかな。私だ。何もしてないのに失恋してんじゃん。私コウキのこと好きだったのかよ。気づくの遅すぎ。もうコウキには届かないのに。コウキのアホ、アホアホアホ。悪口は本人がいないところで言ってよ。なんで来たのよ。あんたはサオリンの許嫁になるんでしょ。ならないよ。アンズちゃん、約束覚えてる？小さい頃に俺みんなと結婚するって約束したんだ。そんなの無理に決まってるじゃん。無理かどうかは俺が決める。だからアンズちゃん、本当の気持ち教えてよ。私の気持ち？ああ、もう！わかったわよ！これが私の本当の気持ちよ。私にもエッチなことして、みんなにしたみたいに。え、姉妹だもん。なんかあったらすぐわかるよ。
そうなのね。もう一回チューして。親父からメールだ。なんて？コウキ君に伝えてくれ。明日の正午に結婚式場を予約した。いいなずけに決めた娘を連れて一緒に来てほしい。私と結婚するの？あら、こうちゃんは私のお嫁さんになるのよね。私も。私が一番最初に結婚するんだもん。ダメだよ、こうきが結婚できるのが一人だけ。お姉ちゃんたちの中で誰をお嫁さんにしたい？こうきちゃん、僕、大きくなったらお姉ちゃんたちみんなと結婚する。だから結婚は一人しかできないって日本の法律で決まってるんだから。じゃあ総理大臣になって法律を変えるよ。そしたらみんなと結婚できるよね。コウキ、コウちゃん、コウキちゃん、コウキ、一人なんて決められないよ。だってお姉ちゃんたちみんな大好きなんだもん。